腰の切り方をご紹介します。方を上にします。真ん中で半分に折ります。この辺とこの辺を合わせて斜めに折ります。開きます。今度はこの辺とこの辺を合わせるようにして斜めに折ります。開きます。角をこのクロスした真ん中に合わせて折ります。今度はこの辺をこの辺に合わせて斜めに折ります。次にこの辺とこの辺を合わせて斜めに折ります。この角が少し飛び出るような形になります。ここまで折ったらこの線で左右を後ろに折って半分に折ります。そしたら線で斜めにハサミで切ります。印をつけます。このような感じでハサミを入れます。切れる人は線を描かなくても直接切っても OK です。開きます。はい、これで星の完成です。あとは見栄えを良くするためにこの真ん中の線、尖った部分の真ん中の線が全て山折りになるように折り目をつけると少し立体的な綺麗な形になります。そしてこのへこんでる部分を谷折りに折り直してください。はい、これで星の完成です。